俺のどこが好きなのかい？美しい言葉のアクセントと喉を震わせない無声音、そして何よりもあの鼻にかかった美濁音。子供アニメ声優教室。子供アニメ声優教室ツイキャス。この時間は子供アニメ声優教室の DJ ナノコ中学2年生がお届けします。本日のゲストはそう高2イクミ中2大人ノリのメンバーで、お届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今は7月20日で今日は終業式が終わってもう明日から夏休みエンジョイな感じの感じでグダグダになるかもしれませんが、お願いします。よろしくお願いします。頑張りましょう。フォローしてください。お願いします。はい、頑張ります。それでは本日のトークテーマは海。海。おお、海ですか。海だとあんま行かないですね。埼玉だしね。先日海の日があったということでもう海ということになってるんでしょうね。海の日は海に行きませんでしたね。あれ海の日って言ってた。17日、今週の月曜ですね。17日特に何かしましたか？多分休日だったと思うんですけど、普通になんかもう友達となんかカラオケに行って。カラオケです。どうでした？私は家でゴロゴロとしましたね。でそれでゴロゴロとしてて、まあ、漫画を読んだりテレビを見たりとしてたらもういつの間にか日付が変わっていたっていうことですね。楽しく過ごせたみたいなことです。じゃあ郁美さんはどうですか？はもう七子さんとカラオケに行きましたよ。忘れないでね。忘れてないよ。小坂さんどうでした？私は買い物に行ってたくさん安い洋服を買ってきました。終わったよ。ちなみにどんなタイプの洋服を？スカートとかちょっとこう夏風の来年に向けてですね。そうですね。もう夏も梅雨も終わってもう夏真っ盛りなので、そういう服がもう流行ってくるんでしょうね。まあそういう、ま、そういう人を、そういう服装をした人を街で見かけるようにもなる時期ですね。よく学校では露出がどうとかで言われます。そういうの中学校であるんですね。なんか非行防止教室とかでも言われてて、あんまりなんか肌を見せるような服を着るなよっていうのを幾度となく言われてきて着ないけどね。まあ、そのような服も持ってないです。持ってないし。スカートとは程遠いから。あ、まあね、まあね、いくみさん。じゃあ、本当海海だ。海。ちなみに海の思い出とかありますか？海に行ったことが、まず海行ったことがある人。あります。みんなありますね。じゃあ最近はもう全然行ってないですけど。いつぐらいに行ったの？もう小学校低学年かな。アトピーひどいから海入れないよ。からどんな風に楽しんでた？覚えてる限りだと、波が来ると同時にその波を手で打ち返すような感じの遊びをしていとこに怒られちゃったぐらいしか覚えてないかな。バカだったからな。バカだったから。なんかそういう可愛い感じの遊びが。いや、そうか。はい、私はですねもう本当かれこれ 3,4 年行ってないんですけど、まあ一番行ってたのが小学4年生の頃ですかね。その時は家族で沖縄に旅行に行ったんですよ。で沖縄旅行でまあその時子供だったんで、まあ特に全然泳げなかったので、まあ浮き輪をつけて、まあ、海に入るわけですよ。で気づいたらもう浮き輪が流されてて取りに行けないところまで行けるっていうのがよくありましたね。よくあるよくあった。でも海なんかも砂浜暑いじゃないですか。砂浜暑いのでもうそっからもうだんだん大人になっていくにつれ砂浜に行きたくないってなって、もう水の中に入らずにずっとテントの中にいたりっていう、そんなことをずっとしてましたね。なんででもう3年ぐらいは海に行くっていうことはしてないです。私も海はすごい昔だからもう全然覚えてないや。もう波流されてなんかひっくり返ってなんか鼻の中に海水入ってなんかもうめっちゃむず返ったっていう記憶ぐらいしかない。いやそれ痛くないですか？塩水って飲んだりすると本当痛いじゃない？とても痛くてなんかすごいその後すっげえブルーな
テンションでいて、親とかなんか、なんか心配されるみたいな。ちゃんと海とブルーをかけるっていうところうまいですね。あ、じゃあかけたつもりだった。ありがとうございます。小高さんは？私もずっと海は行ってないですね。もう最後に行ったのがやっぱり溺れちゃって行ったら、うん、その思い出が結構辛くって、それから行かなくなっちゃいましたね。海ってトラウマでかいですよね。トラウマになっちゃった。でもプールは好きでよく行きます。おお、プール、うん、そこが見えると安心する、うん、あとほらさっき言ってたみたいに砂がついて足が汚れないっていうのがすごい嫌ですよね、うん、あれだペタペタっとなんか足のザラザラしてるような。波も嫌いもう何でも水が嫌いなのかなってぐらいすごい嫌いになってる。まあみんなインド派ですね。あ、ほぼインド派で行かない感じですかね。まあ、行ってもそこまで遠出しないっていうところが、埼玉はまずもう海がないから海ないでも沖縄の海っていいね。そうですね、沖縄の海綺麗ですよやっぱり。もうかれこれ行ってないんですけど、まあ、今度行ったら、まあ、見てきてください。一回見るだけでもすごい綺麗なんで、でホテルの裏とかにあったりするので、そこら辺夏に沖縄行くと本当すごい人多いですし、まあ、それほど人気なんで結構いいところなんで行ってみてください。はい、海が、ああね、もう本当聞くとでも行ってみたくなる、行きたくなるね。やっぱり行ってみたい。泳げないけど ね泳げない。私も泳げない。泳げないんです。泳げる人っていますか、この中で。泳げないです。じゃあ私だけぐらいです、ね、泳げるんですか。あ、プールとかではまあ、一応クロールから平泳ぎ、バタフライと背泳ぎまで、まあ、すごい、とりあえずは泳げる感じなんですけど、まあここ3年ぐらいプール、もう学校行ったらあのプールの授業もなくなっちゃうので、まあ、プールっていうのは、あるところとないところあるんですけど、まあそれないところに行ったので、まあ、やってないので、本当にもう泳げるかどうかはプールに行ったのが多分もう中3ぐらいですかね、行ったのが。でも3年以上経ってるんで泳げないかもしれないんですけど、まあ、今度行く機会があれば、まあ、50メートルのところら辺で、まあ、試してみたいな。私なんてあれだよ、10メートル泳げるかどうか本当にもう入ってないからね。あ、泳ぐ機会がないからね。お肌が荒れだから。か、私なんてあれだから、プールの授業に参加して いてなお、あの25メートルが限界っていう。あ、まあまあ結構いると思うんですよ、まあ、プール習ってたりしたっていう人も、まあ、数多くいて、まあ、習ってない人もいる中でできる人もできてるんで、それはもうすごいですよね、うん、尊敬尊敬尊敬の。やってないのに泳げるっていう、よくわかんない、うん、いや、なんかプールとかで、ね、泳げますか。どんどん添えていく感じプールぜ、あの、あんまり泳げないんだけど、でも暑いとこうなんか家でクーラーに入ってるよりも水の中にいる方が気持ちよくって、うん、それで結構プール行って、泳げないながらにこう犬かきじゃないけど、うん、ちょっとパタパタこうバタ足みたいにやって楽しんでます。ありますね、うん、それでもまだ、うん、楽しいですよね。そう、ちょっと疲れるとジャグジーの方行ってちょっと温まってみたいな。もうそれを繰り返して、ね、そうそうそう温まったり冷たくなったり。確かに泳げないなりに浮いてたりはするかも、うん、市民プール行くと大体カップ麺じゃないですか、うん、あ、カップで、それで日清のカップラーメン、ね、そうですよね、やっぱり美味しいんだよ ね、 よね、ああいうところで食べるとね。ああいうところで売店で買ってお湯入れて、うん、それを食べてまた戻るっていう、うん、たまにもプール内の、まあ、外の方でずっと食べてたりしてるっていう人もいますね、うん、もう、うん、あ、海でも結構ラーメン、あ、あ、そっか、え、早っ今日は海がトークテーマでしたけど、なんか結構プールの話してたかな。まあ水関連でいいんじゃないですか。水関で、まあ、夏みたいな感じで、楽しかったです。初めてなのに結構喋れたかな。よかったよかった、まあ、お疲れ様でした。そうくん、そうくん本当にもうありがとうございました。これからも頑張っていきましょう。はい、次回の放送は東村山教室から、8月7日月曜日19時より、配信放送です。ありがとうございました。先輩どうした。 ここができないんです。ちょっと貸してごらん。
できなくても大丈夫。子供アニメ声優教室。